パルケ。はい、皆さんこんばんは、エミネーマーです。パルケというノベルゲームをプレイしていこうと思います。マナカズスト、私三好真中はこの会社に就職したことを後悔している。株式会社いぶき、純大手電機メーカーとして日本ではそれなりに知られているけれど、正直なところ知名度の大半は過去の栄光、時代の流れもあって業績は右肩下がり、かなり危ないんじゃないかと社内でも最近噂になっている。経理が逃げ出し始めているなんて噂もあったり。もらえた内定はここだけだったから、他に選択肢はなかったんだけど。私はいぶきで一人の取締役の秘書として働いていた。大学では外国語学部で勉強したので多少海外とのやり取りもできる。そのあたりが雇われた理由だと自分では思っている。私としては義務の希望だったけれど、蓋を開けてみれば秘書で採用だった。予想外のことではあったけど、尻込みするほどではなかった。仕事に関する技術ならメモリクラフトで学べばいい。 BMI ブレインマシンインターフェース、脳と機械をつなぐことを可能とする機器だったかな。それで何ができるのかといえば、まあいろいろ。例えば映画やドラマなど脳で見ることができたりとか、進化した VR デバイスとしてゲームなどにも使えたりとか、逆に自分の視覚情報をアウトプットするカメラの代わりにすることもできる。他にも損傷を受けた脳の機能を補助する有名なところ、脳が発する微弱な神経信号を運動神経に介入させることで体が動かせるようになったり、見えない聞こえないといった場合でもBMI によって情報が伝達されたり、他にも脳の信号によって制御される BMI 機種にも利用され、より精密な動きの再現、さらに義手からフィードバックを受信することで手の感覚、触覚を再現することもできる、などの五感を補助する使い道が有名だろう。他にも最近の医療支援ロボットやドローン操縦など機械の制御を脳で行う研究も進められているらしい。そしてみんなが一番利用しているメモリグラフト、技術の移植、他人の経験や養った技術をデータ化し追体験することで自分の経験にできるというものだ。私が秘書としてのスキルを移植したみたいに、これによって職人の育成が簡単になったことはもちろん、いろんな仕事のハードルが下げられた。あ、誰でもできるようになるんだ。なるほど。誰でも気軽に個々人の能力差を埋めることができてしまう。便利な技術であり、就職の制限が減った反面、空いている席を見つけるのが難しい。だから優位性を守るため出し絞られているスキルも結構あったりするんだけど、まあ言えば誰でも良くなったわけか。平等に努力してる人がなんか損をしてるような気がする。これらの BMI は民間の電機メーカーでも製造販売されている。商品名は各企業によって違うけど、もちろんいぶきでも BMI 商品は製造していて、業績に大きく関わる分野だ。
ただ、いぶきはその競争でも一歩遅れている。この前の決算もかなりやばかったみたいだし。転職しようかな。でも今更転職先見つかるかどうか、はあ、心配になって考えて面倒くさくなって諦めてというのを繰り返していた。ある日、私は取締役に呼び出された。君の仕事を少し変更させてもらう。ジムに移動とかでしょうか？そうじゃない。君は別のものというか、人形の世話をしてもらいたい。人形？よくわかりませんけど、仕事なら。連れて行かれたのは不思議な部屋。仕事用のデスクは当然としても、ベッドが置いてあって、トイレにシャワールームまで。この部屋の中に暮らしていけるようにという意図が感じられていた。まさか私にここに住めと。愛人になれとでも言うつもりか。訴えるぞこの野郎、なんて思っていたのだけど、弁護士を雇う必要はなかった。ここに住むのは私ではなく、見知らぬ男性だった。男性。外見は私と同世代、見たことはない気がする。この人も社員なんだろうか。こいつの面倒を見てほしい。どなたなんですかこの方は？さっき言っただろう、人形だ。どう見ても人間なんだけど。こいつに会社を立て直させる。そのために手に入れた。つまりコンサルタントとかアドバイザーとかなんですかこの人？そういう知識も移植されているらしい。らしいって？いいか、こいつの存在は公害禁止だ。極秘扱いとする。この部屋から出すこともな。常に鍵をかけておくように。鍵も？いや、でもそれは。なるほど、この部屋で暮らしていけるようにというのは間違いじゃないらしい。監禁じゃねえか。いや、そもそも無理やり連れてきている時点でまずいのでは。このままでは悪意の方を担がされることになるのでは。逮捕されるとか勘弁なんだ。心配するな、警察沙汰になることはない。そう言われましても。面倒事を避けるために説明しておく。こいつは人の手で作られた人形のようなものだ。何言ってんだこのおっさん、意味わからん。天才を生み出す実験の中で生まれた試作品だ。はあ、天才ですか。メモリグラフトを使えば天才を作れるんじゃないか、そう考えた奴がいたらしい。いわゆる魂の移植ってことですか？でもそれは不可能だと言われてますよね。だが一人の脳に二人を受け入れることは難しい。問題は他にも。膨大な記憶を正確にデータ化するのは非常に困難な作業だ。なので移植できるのはあくまで一部の経験、技術だけと言われている。だが分割された経験や技術を集めていけば、いずれは新たな人間になるのではないか。それが優秀な人間の経験や技術であれば、天才になるのではないか、なんてことを考えた奴がいたんだ。それがこの人ですか？さながらフランケンシュタインの怪物。あれ、フランケンシュタイン博士は、フランシュタインは博士の名前だっけ？いや、どっちでもいいんだけど。よくそんな人体実験を OK しましたねこの人。詳しいことは私も知らんが、体も実験で生み出したらしいぞ。え？中身が空なら、意識が生まれるほどの大量な記憶も移植ができるはずだとな。
ああ、警察沙汰にならないっていうのはそういう。結局計画は頓挫したらしいがな。頓挫？でもあれ、この人は失敗したってことですよね。詳しいことは知らんが、非合法な研究だからな。何か問題でも起きたんだろう。研究は凍結、それまでの成果は流出し売り飛ばされた。巡り巡って私がそれを手に入れたわけだ。はあ、そうなんですか。そんな話本気で信じているんだろうか。頓挫という時点で無理だと答えが出てるんじゃないの。天才を作り出すね。もし本当にできるのなら、この人、こんな人のところまで巡り巡らないと思うんだけど。で、いつ起きるんですか？というか、目覚めるんですか？そのはずだが、いや、今まで目覚めたことはないらしいが。え？はあ？目覚めたことはないって、え？調整は済ませたから、次は目覚めると言われたんだ。やっぱ詐欺じゃん。いや、こんなの詐欺ですらない。信じる方がどうかしている。まあ言えばマネキンにあれしてるようなもんだもんね。記憶植え付けて動くように、動かすように言ってるようなもんだもんな。どうせ払ったお金も会社名義なんだろうし、やっぱ転職かな。とその顔を覗き込んでいると、彼のまぶたがピクピクと震え出した。あ、目を開けそう。何？私を押しのけ彼に駆け寄る。目つきギョロってしてる。ギョロっとはしてないな。なんか私のために働け。いい第一声これ。お前の生きる価値は私の役に立つことだ。覚えておけ。エースマスター。そのためにお前は生まれたんだ。何の説明もなくそんなことを言い放つ。そんなムカつく態度で何、誰が従うんだろう。私なら切れる、ブチ切れる。前々から思っていたけれど、この人もう少し頼み方ってものを考えた方がいいと思う。これが原因でこの人が仕事を断っても私の責任にはならないよね。その心配は無用だった。彼があの男の態度に腹を立てることはなかった。というか怒る姿も喜ぶ姿も見たことがない。まるで感情を持っていないみたいに言われたことを無条件に受け入れて黙々と働き続けた。実際彼は有能だった。期待以上の結果を次々に出していった。ちょっとやそっとの経費削減程度で問題は解決しない。大きな人事異動も含めた構造的改変。しかもそれだけじゃない。驚くべきことに BMI 関連の知識もあるらしい。いぶきで販売している BMI 商品の改良についても案を出していた。それが採用された商品はユーザーに好評で、いぶきの業績は徐々に上を向き始めた。BMI、 新しい技術であり、日本だけでなく世界で研究が進められている。そんな専門的な知識を持っているなんて。あの実験の話マジだったわけ。試しに聞いてみたことがある。あなたは何者なんです？わからない。この部屋で目覚める前のことはわからない。興味なさげに彼は言った。自分の過去が分からなくても何の不安を感じていない。というか感情が欠けているように見える。あの人が言ったみたい、人形もしくはロボット AI、 そんな感じ。でもそっか、そんな状態で起きて初めて見た相手に言われたから、あんなにあっさりと受け入れたのか。こういうのも刷り込みっていうのかしら。
改革が進み、いぶきの経営状態は改善されていった。少なくとも数理上の問題点は着実に減っていった。当然反発もあったけど、ほとんどの社員には好評な改革だった。無駄な会議、不必要な残業の撤廃などは特に。彼が提案した改革は金がね行われたと言える。却下された改革といえば、取締役の解任、報酬の引き下げ。バカなことを言うな。誰がそんな提案をしろと言った。私は役に立てと言ったんだ。二度とそんなくだらないことを言うな。分かったな。なんて激高していた。そりゃあ拒否するだろうな。あの手の人が権力とか肩書きとか手放すはずがない。意外だったのは、その時彼は少しだけ不満げな顔をしていたことだ。私の見間違いではなければだけど、もしかしたら気のせいかもと思うぐらい些細なものだったけど、多分それが彼の感情を初めて見た瞬間だった。さらに半年が経ち、売り上げは順調に伸びていった。最速国内にて、いぶきは BMI 関連において他メーカーより頭一つ抜けたと言えるけれど、まだだ。こんなものでは足りない。業績を上げていぶきをもっと大きくしろ。お前にはそれだけの能力があるんだ。価値を示せ。必要なことは何でもしろ。わかったな。その時の彼もやはり不満そうな顔をしていた。というか、あからさまに苛立ったようにも思う。以前のように見間違いかもなんて疑う必要がない。それくらいはっきりと顔に出ていた。以前はロボットのようだなんて思っていたけれど、いつの間にか彼は感情を表に出すようになっていた。必要なことは何でも。彼がふとうなずく。先ほどの苛立ちはない。その逆、彼は口元を歪めて薄く笑っていた。まるで悪だくみをしているみたいに。あれだ、取締役を解任させるためのなんか手段を立てるんじゃないかな。何を考えているのかわからないけれど、それは今までの雰囲気とは全く違う。そんな気がした。にしてもどうするつもりなんだろう。必要なことは何でも。その結果、どういうつもりだ貴様。めちゃくちゃ切れていた。彼のしたことがお気に召さなかったらしい。まあ当然か。誰がこんなことをしろと言った。私の役に立てと、会社を大きくしろと。なのにお前は私を解任だと。そんなこと認められるはずがあるか。一度は却下された取締役の解任。権限のない彼には却下された案を強行することはできない。権限がないなら手に入れればいい。ということで、株の 51% を手中に収めてみせた。と言っても全てを取得したわけではないけれど、複数の大株主を解き伏せ、他の上層部に根回しを行い、指示を書き取ってしまったんだ。にしてもどうやったんだろう。もしかして詐欺師の記憶を移植されたりするんだろうか。ちなみに私も株を取得して協力している。もちろん私に変えたのは微々たるものだけど、会社が維持できるなら私としてもありがたい。貴様がこうしていられるのは一体誰のおかげだと。いぶきをさらに大きくするために必要なことだと
必要なことだと子供な情けに彼は言った。なんだと どういう意味だ。このまま経営を任せていれば会社の成長どころか再び倒産の危機に瀕する可能性すらある。だったら自分で経営してしまった方が安全で確実。要は無能と言われても同然だ。バカな。私がこの会社の。泡を吹かんばかりの様子で男は目を抜く。だけど言葉は続かない。私はぐっくりと肩を落とし、そのまま呆然と立ち尽くしていた。くそなんてことだ。貴様のような出来損ないに、出来損ないの人形に。これが伊吹の V 字回復とクーデターの内律だ。より自由な提案ができるようになり、伊吹の業績はうなぎ上り。あの時の言葉通り、伊吹をもっと大きくしてみせたのだ。さすが。最終的には命令を達成したことには間違いないんだけど、もしかしてこれって一種の反抗期かしら。そんな彼がある日私にこう問うた。人間って普通って一体何なんだろう。はい。何をおっしゃってるんです。照れながら私は尋ねてみた。別に私が照れる理由はないんだけど、何なの。なんでそんな真顔でそんな恥ずかしいことを言えるのこの人。あの男が言っただろう、出来損ないの人形だって。ああ言ってましたね。ただの負け惜しみみたいなものだと思いますけど。普通でないことは事実だ。それは自分でも思っている。彼はすでにクーデターを起こす前から自分の出自について知っている。ただ知った当初は興味を抱くような素振りはなかった。でも最近になって自分の存在について気になっているらしい。いつの間にか部長も随分砕けた雰囲気になっていた。話し方もそうだし、一人称も私から俺に変わっている。まさかこんな恥ずかしい問いかけをするとは。背中が痒い。だから思うんだ。はあ、何をでしょう。普通の人間って何なんだろう。三好さんはどう思う。え、それは難しい問題ですね。お願いだから私は巻き込まないでほしい。そうだな、普通なんて相対的な視点から生まれるものだ。確かに難しいな。微妙に違う感がありますけど、それでいいです。はい。俺はもっと自分を知るべきだと思う。はい。だから自分を見つけるために外に出ようと思うんだ。つまりそういうことか。自分探しの旅ってやつか。俺は知りたい。聞いてるだけで恥ずかしい。だけど本人は大真面目だし、バカにするのは良くない。世間を知った方がいいのはまあその通りだと思う。わかりました。それで私は何をすればいいんですか。用意してほしいものがある。あと、とりあえずなんだが。はい、何でしょう。名前をつけてくれないか、俺に。名前ですか。
変か、それとも普通じゃないか。いえ、気にする方が普通と言いますか、当然の反応だと思います。人形扱いしてきたあの人が名前をつけるわけがない。かといって私から勧めて余計なことだと癇癪を起こされても面倒だったから。それに最初の表情のなかった頃を見てきたからだろうか。そんなものは必要ないと無機質な返事をされると思い込んでいた。だから彼からそう言われたことに本当に驚いた。私が決めていいんですか。他にいない。それはそうなんですけど。怪人劇の根回しのもあったことで彼の存在だけは一部に知られている。とは言っても詳しいことは伝えていない。あくまで謎の優秀参謀としてであり、未だ窓口は私。仕事に不満があるわけじゃないからいいんだけど、俺が目覚めた時から見ててくれたのは三好さんだ。だから三好さんの他にはいないし、三好さんに頼みたい。そこまで言われたら、じゃあ、変にネタに走ってもネタだって気づいてもらえないだろうな、この人相手だと。ひとまず無難な名前で様子を見るのがいいか。妙義と名前なんだろう。パッと思いつくよりも少し関連があるものがいいかな。となると、伊吹、伊吹かなとっていう名前はどうですか。かなとは他人の願いを叶えた人、そして自分の願いを叶えてほしい人みたいなところからふと頭に浮かんだ。理由を言うのは恥ずかしいからごまかしておこう。伊吹かなと、伊吹かなと、伊吹かなと、うん、いいな、それがいい。そうですか。お気に召したのならよかったです。ありがとう、三好さん。少しびっくりした。今までも仕事に対してお礼を言われたことはあったけれど、さっきのは少し違っていた。ビジネス上の挨拶というか、社交辞令というか、そういうのではなく感情がこもっていた。丁寧に頭を下げる姿も初めて見たかもしれない。やっぱり以前の姿とは全然違うんだな。いえ、そんな頭を下げてもらうほど大したことでもありませんから。それよりも用意してほしいものに関して連絡をもらえれば対応しておきますので。ああ、よろしくお願いします。そうして私は彼の自分探しの旅の準備を整えることになった。と言ってもそこまで大変だったわけじゃない。世間を知るというか自分を探すためならこちらで準備することは少ない方がいい。私が用意したのはお金とかスマホとか必要最低限な物品だけだ。あとは本人任せ。にしても自分探しね。多少の心配はあるけれど、まあ日本だし。困ったことがあってもなんとかなるでしょう、多分。言われるままに従順だったのが反抗期を経て今度は思春期？中二病はないのかしら。何にしても大きくなっちゃって。いや、なんで私この年で子育ての考えにふけってるんだろう。仕事しよう。ファルケ。ああ、終わった。はい、多分これがプロローグになるのかな。というわけで今回はここまでにしたいと思います。